たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスちゃん恐竜を救え。お、トリケラトプスだ。いいか、今度はしくじるな。必ず仕留めるんだぞ。は約9000万年前白亜紀に生息していた角竜で体長約15メートル、体重約13トン。怒らせると凶暴な性格を持っている。今の報告によると、今度現れたトリケラトプスはすでに捕獲したものより一回り大きいらしい。そして少なくとも2頭以上いる可能性があるらしいということだ。十分注意してくれ。早く見てみたいな。よせよ、そんなでかいのなんてごめんでサウルスよ。おい、みんな、そろそろトリケラトプス発見現場に到着だぞ。トプスを発見したぞ。発進。
をしているわ。みんなここにいてくれ。手追いの恐竜はかなり危険だからな。この傷はライフル銃で撃たれたんだな。出血がひどいな。止血剤を注射しなきゃ。麻酔銃でおとなしくさせて注射するか。いや、体が相当弱っている。麻酔銃を撃って万一死なせてしまったら大変だ。止血剤を麻酔銃の銃弾に詰めて撃ち込んでみたらどうだろう。用意するわ。心配しなくても大丈夫だ。すぐキャリードンキーが来る。ボークへ運んで治療すれば助かるさ。でも相当出血がひどいから心配だわ。あ、キャリードンキーだ。トリケラトプスは傷ついている。急いでくれ。了解。で探しに行こう。オッケー。あ、足跡だわ。トリケラトプスのだわ。じゃあやっぱりもう一頭いるんだ。ドン、ドン。どうした？ドンがいなくなっちゃったんだ。ドンが？どこ行ったんだろうな。ドン、ドン。あ、ドン。どうしたんだよ。どこへ連れてくんだよ。ついてくから離せよ。あれは恐竜の卵だ。あれ、生きてる。恐竜の卵は太陽熱で孵化するんだ。ドン、みんなに知らせてくるから卵の見張りを頼むよ。何？恐竜の卵を発見したって？そうなんですよ。よし、すぐそっちに戻る。大変だ。どんな恐竜の卵なのかしら。写真を本部へ伝送して何の卵か調べてもらうことにしよう。え、奴ら何か発見したようだぞ。本当ですか。よし、そっと探ってみよう。卵はトリケラトプスのものだ。そうですか。へえ、トリケラトプスの卵か。それから保護したトリケラトプスは手術して弾丸を取り出したから次第に元気になってきた。あ、そりゃよかった。心配してたんですよ。ともかく卵は自然の孵化を待つんだな。はい。早く赤ちゃんが生まれないかな。もう10時か。マサオ君、もう寝なさい。まだいいじゃない。ダメよ、さあさあ。
く生まれるところが見たいのに、もし僕が眠ってるうちに生まれちゃったらがっかりしちゃうな。あ、どう見張っててくれんの？そうか、いいかい、生まれそうになったら僕を必ず起こしてよ。じゃ、頼んだよ。トリケラトプスの赤ちゃんが元気に生まれますように。力で出させるんだ。頑張れよ、トリケラトプス。ほれ、頑張って出てこい、ほれ。頑張れ。やったー。あれ、どうもじっと見てるよ。なんだ、だらしないぞ。トリケラトプスはどんな気に入ったみたいだべ。触ってもいい？はあ、いいと思う。どうしたんだ？お腹が空いているのよ。よし、俺がミルクを持ってきてやる。ミルクじゃダメさ。ガラさん、トリケラトプスは草食だから草の方がいいんだ。柔らかい芽の部分を刻んでやればいいわ。取ってくよ。ねえ、僕たちで育てられるかな。大丈夫よ。そうだね。よし、僕育ててボフリ隊のセットにすんだ。さあ、これぐらいでいいわ。うん、早く食べな。おかしいな。ミルクもダメ、草もダメ。お前さん何が好物なんだよ。さあ、お食べなさい。母親じゃなきゃダメなのかしらね。このままじゃ体が弱って死んでしまうぞ。ほら、こうして食べるんだよ。いいかい？お前が教えてやりな。こうして食べるんだよって。ほら、この草を食べるんだ。どう？食べにくいだろうけど、まあそこを我慢してね。あ、やった！よかった。どうも母親と思い込んでるみたい。よし、もう大丈夫だ。子供はマサオとドンに任せて、我々は他のトリケラトプスを探しに行こう。
ドンになれちゃったね。ああ感心したら急にお腹空いちゃったな。よし、ガラさん得意のホットケーキでも作ってやるか。うん、ドン、おもり頼むよ。どうだ、おいしい。チャンス。これ、犬を使わせ。テラノドンだ。テラノドンは約8000万年前の翼竜の一種で、翼を広げると約12メートルの大きさ。翼の力が弱く、空気の流れに乗ってグライダーのように滑空するが、それでも陸地から100キロも離れた海上へ飛んでいくことができると言われている。ガラノドンはなかなか凶暴なんだぞ。よし、おのれ、おれ。あ、しまった。弾が切れた。あ、ドン。どこかで助けを求め
敗したか。まだ諦めんぞ。ゴン、ゴン、ありがとう。フリー隊の人気者になったトリケラトプスの子供にマサオはツノツノと名前を付けた。ジョージはツノツノのお母さん恐竜を発見したが、そこにはバトラー一味との非常な戦いが待ち受けていた。またしても襲いかかるテラノドン。ツノツノのお母さんが危ない。次週、恐竜探検隊ボーンフリー、少年と恐竜の歌をお楽しみに。